大きな声出さなくても聞こえてるわよ。これって植物のつるよね。これを弓に。ちょっと待って、確かに使えそう。この長さだと無理だけど。それにしても奇妙な植物ね。どこに生えてるの？ちょっと待って、取ってくるって言ってもあんまり適当だと使えないわ。太さとか長さとか、羽もそうだったけど、ある程度は選別しないといけないの。だから一緒に行きましょう。私が行けばちゃんと選べるから。これでも少しは強くなってるんだから心配しないで。ええ、行きましょう。何？分かったわ。よろしく。よし。頼むわね。レベルが上がったわ。これでも食らいなさい。
スキルチャンスだ。ソードスキルね。了解。するんだ。分かった。回復する。奇妙なところね。それに道に迷ってしまいそう。しっかり方向を把握しておかないとね。それで、あの鶴はどこにあるの？
頼りないわね。本当に合ってるの？そう。確かにこれは見せてもらった鶴と一緒ね。でも随分歩いたような気がするのは私の錯覚かしら。次は道をしっかり覚えてから来ましょうね。それじゃ、どのあたりがいいかしら。そうね、少し時間をちょうだい。これならかなりいいものが。どうしたの？そんなに慌てて。え？私には見えないけど。
け。よし、パーキート。了解。ありがとう、キルト。スキルチャンスだ。ソードスキルね。了解よ。キリト、無事だった？大丈夫？よかった。あれは夢中だったから。あなたがそばにいるから。キリトがいつも危なっかしいからいつの間にか強くなったってこと。まあ結局無事に乗り越えちゃうからそこまで心配はしてないけど。私も精進するわ、キリトのそばにいられるように。あれ、このモンスターの鶴かな。うん、これが一番良さそう。まったく、いつも最後は帳尻が合っちゃうのよね。そこがキリトのすごいところなんだけど。なんでもない。それじゃあ帰りましょう。帰り道では迷わないでよね。何？じゃあね。
と、ちょうどいいところに来たわね。この間手伝ってもらったクエストを覚えてる？そのクエストで作った武器ができたのよ。すごく素敵よ。使い心地も気に入っているわ。キリトにはお礼をしなくちゃね。あんたらしいわね。でもお礼は言わせて。ありがとうキリト。キリト、You got a name, miss?